2030年に発生したホクラン島事件から62年、我々はこの忌まわしい奈落の時代を生きてきた。戦争と病により多くの命が失われ、生き延びた人々はエネルギーと食料の枯渇に苦しみ抜いた。コーラプス放射線の汚染により人類の生存範囲は狭まり、未来は闇に塗りつぶされようとしていた。現実に屈することを選ばなかった人々は南極へと逃れ、そこで時代を乗り越える新たな国家を建設した。希望が広がるにつれ、南極に組みする国々は増えていった。南極連邦はかくして成立し、人類最後の安住の地となった。一方、かつての超大国は衰退を極め、力を失った権力者たちは保身のため、ロクサット主義合衆国連盟を作り上げた。力を集中させたロレンは頭角を現し、その一挙手一投足が人類の命運を左右するに至る。我々は元来ロレンと共に人類の生存と発展という重責を果たしたいと望んでいた。しかし残念なことに、旧世界の統治者たちは自身の傲慢さを捨てられず、かつて人類を奈落へと陥れた過ちを繰り返していく。新しい戦争が始まる。ナンレンとロレンの争いはこの満身創痍の世界を再び滅亡へと歩ませるだろう。我々は必ずやこの戦争に勝利し、ロレンの魔の手からこの世界を救わねばならない。諜報機関ミッドからの最新情報により、ロレンが現在遺跡技術に関する研究を行っていることが判明した。それが完成した暁には大規模殺傷兵器へと応用されてしまう可能性が高いだろう。我々はその陰謀を阻止せねばならない。情報によると、遺跡技術に深く関わった人物がロレンに亡命するべくコーカサス地区に潜伏しているそうだ。この人物を確保できれば、ロレンの研究に対して大きな打撃を与えられるだろう。ロレン側もすでにこの人物の逃亡を認知している。しかし正確な情報がないため、ロレン軍は近隣区域にてローラー作戦を展開している。我々はロレンよりも先に該当人物を発見確保し、南極まで護送する必要がある。隠密と迅速、それが今回の作戦を成功させる鍵となる。作戦名はパン屋だ。諸君が南連に素晴らしい戦果を持ち帰ってくれることを祈っている。今朝方、東部汚染管理連合会会長より北部コーカサスにおける難民救援計画の進捗状況に、ロクサット連盟の協力により汚染エリアから2000人近い難民が避難。フォックス21からレザー、応答せよ。こちらレザー招待。パン屋はすでにフォックス22が確保した。我々は合流後よと無事送り届けろ。オーバー。こちらレザー、撤収地点は確保済み。タサはすでに撤収地点にいるようだ。モンド大丈夫か？問題ありません隊長。突発的戦闘を想定して。落ち着け、ミッドエージェントは。そんなことより、次はもう少しそばで聞いてたが、いつバレるかと。はい、申し訳ありません。何、すぐに慣れるさ。エージェントにとって一番重要なのはここ。はい、これまでの作戦も全てこういう。いつもロレンの内通者によると、この輸送ルートはロレン軍の巡回機、あとはパン屋を撤収地点まで運ぶだけだ。うまく。噂によるとパン屋とは。知らない方がいいこともある。は、すみません。何、どうせすぐにご対面するさ。パン屋を守るのが。は、必ず任務を成功させます。あ
相変わらず真面目な男だな、フィリップ。父のことはよく覚えていません。今唯一残ってるのは父がくれたこのロケ。フィリップは俺が会った中で一番賢い人間だ。ペンダントは大事にしておけ。いつか必ず。そんな日が来ることを願ってます。よし、無駄話はここまでだ。フォックス21からフォックス22、こちらは30分後に目標地。フォックス22、了解。目標地点へ到着した。了解。そのまま待機し警戒を怠るな。お、これで最後だ。踏ん張れ。あの谷を越えたら目標。あともう少しか。指定位置まで10分もかからないはずです。定時連絡の時間はすでに過ぎてます。スーツからの連絡はありません。フォックス21からフォックス22、繰り返す。フォックス21からフォックス22。21は間もなく目標地点へ到着する。異常はなし。そちらの。なんだこのノイズ。おい、アンダーソン。隊長、丘の上に一瞬何かが。フォックス22でしょうか。待て、何かがおかしい。各員警戒態勢。何が起きてる。クソ、ロケット弾だ。待ち伏せされていた。アトソンの車が吹っ飛んだ。モンド、前の車両をかわせ走り続けろ。ダメです、エンジンをやられました。くっ、防弾ガラスが持たん。モンド、武器を持って車から降りろ。
これで終わ。モンド、戻ってくるなと言ったはずだろ。痛いよ。怪我してるのか。お前はどうしたの。私、あなたの一番大切な人。黙れ、まがい者め。お前、シュライクだったのか。どこに逃げるつもりかしら。あなたの実力見せ。くそ。あなた一人で私を倒せるとでも。まさかミッドに生存者がいたなんて。ミッド、医療キットはどこ。トラ、あった。はい、自分で。よし、致命傷じゃないな。こいつら、みんな、まあ、どうやってこの場所を知ったんだ。さっきは何か探してたのか。質問多すぎ。君は誰なんだ。普通の人には見えないか。それにどうして俺たちの情。足音が近づいてくる。辺りを捜索中の敵が戻ってきたみたい。私はもう行く。残りたいなら好きにして。ダメだ、味方と合流しないと。よし、武器はある。衛星通信機も大丈夫。
Thank you.
これで振り切ったはずだ。しかし君がロレン兵と遭遇した時の反応、まるでな何度も経験したと言ったら、なちっとも信じられないって顔だね。そうかそんなに顔に出てたか。まったく、アンダーソンの仲間がこんなのだと知ってたらもっと他の方法を考えてた。アンダーソン副隊長を知っているのか。やはり君は地元の人間なんかじゃない。わパン屋、そんなダサいコードネームで呼ばないで。なら何と呼べば。あと数分の命かもしれない人に名前を教えてどうするの。着いた。双眼鏡あるでしょ、麓を見て。スーツとの交流地点、攻撃されたのか。くそ、ロレンの奴ら装甲部隊まで投入しやがって。仲間の遺体がない。戦場跡を片付け、やはり情報が漏れてたのか。通信妨害だけじゃない、さっきの気配、すぐにあの子を見つけないと。何か言ったか。おい、これ以上ここにいる意味はない。待つんだ、一人で行かせる。保護あんた、たとえ一人だけでも。さっきの状況を見たでしょ、あんたたちの情報は敵に筒抜け。俺は南連の2級エージェントだ。君を安全なところまで連れて帰る。へえ、じゃあモンドさん、私待て、これは衛星通信、どうしてこんな時に着信が。誰から。俺にもわからない、調べてみる。通信先が暗号化されてる、受信すると。待って、応答する気。逆探知で場所を特定されたらどうするつもり。暗号化された通信相手は内通者。それに分かった、でも通信時こちらゴースト、あの今宵を忘れるな。まだ生きてたんだな、ヤポネシ。わしもまだ通信に出られるやつな。最悪だ。テッド、そっちは。今のところは平気だ、やっと一人になれたもんでな。つまりお前は襲撃。すまんな、した司令部は裏であんたらを待ち伏せる部隊を呼ぶ。そういうこと。あんたらに逃げられて上の連中は大騒ぎだ。目標は無事だ、東部のセーフハウスを目指して。そうか、そいつは何よりだ。やっぱ東に行ったか、そっちに。確か二つの山を結ぶ近道だ。そこさえ越えれば警戒も抜けられるはずだ。こっちも表だった支援はできん。どうしようの敵は。情報感謝する。君の質問に対して。調子に乗らないで、だいたい喋りすぎ。情報が漏れたから奇襲。あくまで最低限の情報を伝えてるだけさ。あいつ本当に死ん。俺も彼の本名までは知らされてないが、ミッドはここ数年にわたって彼の情報をもとに作戦を進め、今は他に情報源がない。彼を何もせずに死ぬよりはマシだ。そうだといいけど。まずヤポネンシスが言ってた橋を見つけよう。彼の言う通り、急がなくてもいい。どうせ東へ向かう。この先の村にロレンの警戒ラインが敷かれている。知っている。だが大雪のおかげで奴らの死角から通り。行こう。
Thank you.
なんとか無事に通り抜けられた。まさか正面から潜り込むなんて。時間がない。この方法が一番手っ取り早いから。この程度なら訓練の方が簡単だ。これは実戦。もしバレたらどうなるか。それでもここまでたどり着くことができた。ヤポネンシスの情報が確かなら、敵は今頃このエリアを包囲している。なら無理にでも集落を突破する価値はある。尺だけど、あんたの言うことも一理ある。それで次はどうするの？もう橋まであと少しだ。包囲網さえ突破できれば。それまでに蜂の巣にされてないといいんだけど。まあいい。この道は東部峡谷地帯に続いている。兵士の数も少ない。情報は正しかったんだ。言っただろ、彼は信頼できる筋だと。大口を叩くのはうまくいってからにして。それよ、君はアンダーソン副隊長と会う前どう。図星のようだな。君は我々のエージェントと同じく。そうだけど、こんな場所。ミッドは彼らに資金援助をしている。見返りとしてアンダーソン副隊長は君が難民者に乗り込んだ形跡を。南連の諜報機関が国際 NGO にまで手を伸ばしていたなんて。これは同胞たちを守るために必要なことだ。この過酷な地域の救援すぐ近くを人形が運転する難民車両が通る。人形たちがこのエリアを自由に出入りできるのは、南極とのつながりがロレンに知られたらどうなるか分かってるでしょ。他に方法があれば、俺だって彼女たちを巻き込みたくない。一番危険なエリアを抜けて最寄りのセーフハウスに。そこにさえ着けば補給物資も暗号通信が可能な通信機もある。タサ、我々の空挺部隊だ。タサさえ来てくれればどれだけの。ケンプフェはちゃんと約束を守ってくれたみたいね。もしあの時彼らがいれば。それでどうやって難民者に。運行ルートとスケジュールは覚えている。ただ最初の計画だとパン屋を確保した後、合流予定時間はとっくに過ぎてる。タサがまだ待ってくれてることを祈。もし誰もいなかったらどうするつもり。自力で撤退地点まで行くしかないな。だと思った。移動する前に手持ちの物資を確認しよう。肩に乗ってるそれ小型の物質シャトルだと思うけど。なぜそんなことまで。部外者の前での使用は厳禁でしょ。アンダーソンのやつ、すまない。使いたくても使えないんだ。装置と中継機の通信が妨害されてて、ポートへの接続が。こんなところまで妨害が。物質再構成はできないの？物質上からの許可が必要だ。南極の規則とやらは本当に。何をする気なんだ。ここを切ってこっちをショートさせ。今何を。このガラクタの遠隔ロック機構をバイパスした。これで合成機能が。本当に動くぞ。どうして物質。そう、アンダーソンが私。またアンダーソンか。シミュレーションで何度もやってきたけど実践するのは初めてだ。あとは合成するための素材が必要だ。行こう。詳しい計画を立てるのは橋に着いてから。
Thank you.
丈夫？周囲は一面。ああ、分かった。拠点の奴らは今の状態じゃ確かに強行突破じゃ、そのまま突っ込んでいく。あとは彼へ。ヤポネンシスとやら、モービルも長く持ちそうにない。もう敵の射程限。了解。
Thank you.